皆さん、こんにちは。ルネサス問い合わせ窓口です。この動画は7話連続の中の3話目です。前回は電源スイッチを操作して LED を点灯させてみました。同じことはスイッチの代わりにマイコンのポートを使って実現することができます。マイコンのポートをハイレベルに設定すると LED のアノードにプラスの電圧が印加され、LED に電流が流れます。LED に電流が流れると、LED は点灯します。ポートをローレベルに設定すると、LED のアノードには十分な電圧がかからなくなります。そのため、LED には電流が流れず、 LED は点灯しません今度は回路を少し変更してみましょう次の図をご覧くださいこのような回路でも LED のアノードに仮想度よりも高い電圧をかけることで LED の点灯をさせることができるんですここから先は面倒なのでマイコンの電源の図は省略しますね LED を点灯させるには、ポート1をハイレベル、ポート2をローレベルに設定します。そうすると、LED のアノードには仮想度より高い電圧が印加され、電流が流れます。それ以外のポート1およびポート2の組み合わせでは、LED には電流が流れないので、LED は点灯しません。 次回は複数の LED を点灯することができる LED マトリックスの構成についてご説明します。